ハニカとは、阪急バス、阪神バス、天が交通事業振興三社バス専用、非接触型 IC カード乗車券である。ハニカカードハニカカード2012年4月1日、阪急バス、阪急電園バス、阪神バスで導入。金額式回数券に準じた IC 乗車カードで、積み増し額に対して、プレミアムを付与するというところが、回数カード。 回数乗車券と共通する。2016年3月20日より、天ヶ崎市交通局のバス路線を引き継いだ、阪神バス及び天ヶ崎交通事業振興でも利用可能となった。2019年7月1日に、阪急電園バスが親会社である阪急バスに吸収合併されたため、三車専用カードとなった。 三社ではピタパも合わせて導入しているが、IC カード処理機器の有効利用のため、ハニカが導入された。正式名称は、阪急阪神バス IC カードである。カードの裏面の識別番号は、HH から始まるものになっている。原則として、ピタパと同様の使用方法となる。相互利用関係下記の三次業者の運行する、全線で利用できる。 なお2016年2月現在、他の IC 乗車カードとの相互利用は行われていない。そのため、他のバス路線や鉄道路線では利用できない。なお、関西地区の私鉄や地下鉄、バスで導入されているピタパと JR 西日本の移行下については、はにか導入と同時に、片利用での取り扱いとなっている。そのため、 ピタッパまたは行コーカでハニカエリアは利用できるが、ハニカカードで、ピタッパエリア、行コーカエリアは利用できない。2013年3月23日に開始した全国相互利用サービスはこれまで、ひたようで、キーティーか、パスも、スイカ、マニカ、トーイカ、早ケ県、ニモカ、シュゴカは利用できなかったが、2016年4月1日より、 全国相互利用サービスにも対応開始し、それらのカードでもハニカエリアも利用できるようになる。ただし、今までのピタパ、イコーカと同様にり利用でありハニカは他社では使えない。他会社の IC カードと同様に、カード料金が別途必要となるが、カードが不要になった時は返却される。無記名、記名式ともに料金は同じ。氏名。 電話番号を書く記名式にすることで、1万1、紛失した際も手数料を払えば、再発行が可能である。無記名式から、記名式に変えることは可能だが、その逆は不可。回数券カード販売価格、1枚2000円、グランドパス65まず、2013年3月10日より、阪急バスで65歳以上限定の全線、定期券に限って発売された。 2014年2月17日には、阪神バスも同様の定期券が登場した。下記の2種類がある。当初は、全社が、紙式定期券で発売され、IC 以下後に、後者も発売した。発行者に関係なく、阪急バス、阪神バスとも共通利用が可能である。なお、甘崎市在住者については購入助成制度がある。通勤。 通学定期その後、2014年6月17日に、通勤、通学定期用のハニカ定期券が登場した。阪急バス、阪神バスともに、バス専用定期のみで、鉄道との連絡定期は従来通りの時期定期券で、発売となる。ハニカ定期券に限り、2016年2月1日から、阪急バス、阪神バス、天がさ交通事業振興との間で、 同じ運賃区間内であれば、相互に利用できるようになっている。残高が不足すると利用できなくなる。プリペイド式なので、あらかじめカードにチャージしておく必要がある。阪神バス、天が崎交通事業振興の車内のみ交通系 IC カード全国相互利用サービス対象カードのチャージに対応している。阪急バスは、ハニカだけにしかチャージできない。 ありがとうございます。